ーマンに聞けというテーマでですね、はい、ちょっと食をいろいろまた探してきました。またいっぱい食べてきたんでしょ、あんた。またいっぱい食べてきた。あー、いいなー。ロケ楽しいけど、うん、移動の間に毎回眠くなるね。そうだよね。こういうの、ね、ありがとうございます。さゆきがやってくれましたんで、いい、ね、ありがとうございます。いい、ね、ここでね、まあ、みんないろいろ食べ物に関する、はい、まあ、まつわる思い出とかね、こだわりとかあると思うんですけど、はい、あなた何かありますか。私はなんかやっぱ出来合いのものよりかはちゃんとティーアンダーが入ったこう心込めて作ってくれた食べ物がやっぱり好きなので。なるほど、はい、うん、食べ物って刻まれるさ、やっぱりね、うん、うんうん、匂いもそうだけどやっぱり舌も覚えてますから、うん、いろいろ。そうなんだよね、あるんだよね。そういうのにつながってくる。今回いろんなキーマンがね、紹介してくれました。楽しみです ね、はい、見てもう見てください。火山の裏側。さあ、一発目のキーマンは、はいはい、誰これ。ネーネーズ。正解。火山の裏側の宮島さん、ミキトニーさん、こんばんは。はじめまして、ネーネーズでーす。思い出の食とはぼやケーキ。レコーディングがですね、コザでみんなとやるので、その時に差し入れを持って行ったり、差し入れにいただいたりとか。自分ペルーから来てです、はい、で沖縄は何年目？沖縄、日本に来てからもう26年前になる。種類は9種類、今9種類やってます、はい、一番最初のオレンジからスタートして、でそれからあのお客さんの好みで、この味ないかって聞いてみて、チーズとか始まりました。でまたチョコ、バナナ、いちごもあります。どうぞ試食してください。チーズの味ですね。あ、柔らかい、やばい、うん、ありがとう。同じくらい。これうまい。これ男性もいけますね。あ、大丈夫です、ありがとう、うん、一応これからチャレンジでまた別の種類、まあ、あの練習してます。いろんな種類また増えると思いますけど。ねえねえずブログやってます。すっぴんが、週に4回アップしてますので、はい、こちらも興味のある方ない方も見てください。はい、よろしくお願いします。とりあえず見てください。コザの裏側。ぐわっつり出すぎでしょ、ね、ディレクターが行ってしまっている。だからさ、普通に食ってたし、うん、手で食うばや、そうね、ひどいね。ねえ、ほんとにこっちと同じで、こっちと同じで言うとか言って、わー、いいね、すごい。なにこれ、何味？バナナチョコレート。バナナチョコレート。 Thank you。 じゃあせっかくなんで、あ、ありがとうございます。一緒にやる？いいです、ね、うん、じゃあ旅行演習いいです。じゃあ本当に考えやった。いただきましょうか。はい、じゃあ2人でいただきます。塩、はい、はい、いただきましょう。いただきます。はい、いきます。いただきます。お、うん、これだね、いつも食べてる味だよ。甘さ控えめ、ほどいい感じ、うん、うん、食感がたまりませんね。いいね。もうディレクターとは違うよね、うちらコメントね、うん、そうよ。あ、なんかシフォンケーキに包まれて眠りたいですね、うん、あれ、ちょっと、確かにちょっと、同じ同じやつ。コザの裏側。このキーマンに聞けっていうこのパターンはちょっと広がりが出てくるからいいね、うんうん、いいね、うん、さっきはネーネーズでしたけど、次は誰出た。最近よく見るよ。コザの裏側の宮島さん、こんにちは。岸本セシルです。もう小さい時からステーキが大好きで、あのよく合わせのビッグハートに行ってました。肉肉しくて、あと A1 ソースがちゃんと置いてあるんですよ。たまに置いてないとこあるじゃないですか。でもビッグハートちゃんと置いてて、そこがポイント高いです。宇佐上さん、あ、いいんですか。はい、どうぞ。これ何ですか。とお店オリジナルの特製ステーキです。柔らかくて脂身のないお肉です。本当、はい、いただきますね。どうぞ。これみんな、これまた珍しいんでしょ、これ。ほら、A1 ソース。これチャンプルブルカってみんな言ってますけど、これアメリカな感じでしょ。これ実はね、イギリスなんです。面白いね。
お家にもあるでしょ、みんな。うちのあの人はね、必ずありますよ。 A1 ソースのソースもこれ結構酸っぱいの。意外とみんな初めて思うかもしれないけど癖になるよね。いただきます。うん、おいしいね。あの子供から大人、もちろんおじいおばあまでみんな大好きなんだね。これもね、俺一つ長寿の秘訣だと思ってますよ。やっぱいろいろさ、歴史があっていろいろアメリカ文化ね、うちのあの文化とこうミックスしてこういうのがあって、でさらにみんな元気になってこれが受け継がれていくっていうの。あ、これやっぱ、あ、そうか、これうまいに決まってるよ、大体ね。味食ったってわかる？濃いっていうだけじゃないよね。すごいもう詰まってるわけの美味しさがね。沖縄市観光協会に私が出てる「コザに恋して」の冊子が置いてあるので、ぜひ皆さん見てください。いやでも、うん、セシルちゃんが、うん、ビッグハート合わせて A1 ソースってね、なんか余計親近感感じるね。ルールはね、あの、何でも、小山寺だね、何でもあの A1 ソースってマジでそれもどうかと思うけどだってあの A1 ソースがあるからそこに行くっていうぐらい。あー、でもうまいもんね。ビーチパーティーとか、まあ、バーベキューとか焼肉とかも絶対 A1 ソースあるさ、あるね、うんうん、私はそれにあれ混ぜるわけよ、おろしにんにく。あ、なるほど。で、あのビッグハートあのステーキがあるでしょ、うんうんうん、で、上にバター乗ってるさ、あれを A1 ソースの中に入れて、うん、ニンニク入れてカチアシカつけて食べるのがもうデージ好きだわけ。私だから友達にあの A1 ソース買ってきてってお願いされたりしますもん送ってって。あ、それぐらいやっぱり沖縄の味に。でもイギリスっていうのはびっくりした。そうでしょ、知らなかった。そうなんだよ、ね、意外な発見がそこにはありました。いや、そっか、でも美味しいよね、うん、たまらんね。でもね、ルール本当に食べてんのかな。食べてんのにアンダッシュって。おっ、コザの裏側。わ、つながってるね。次誰？3軒目。お、これ桐山じゃん。はい、どうもこんばんは、桐山翔太です。いやー、来た。コザの裏側の宮島さん、ミキトニー、久しぶり。桐山翔太です。さあ、来ました。はい、コザ、コザにやってきただよ、テンション上がっとるよ。そうなの。はい、あら、やっぱ小田といえば音楽の街ですから。そうです、はい、もう、うず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 、小田小田してる。あ、小田小田してる。そば屋だね、これ紹介するからね。そうですよ、県産そば。はい、美味しいよね。の中でもちょい辛そば。あー、もう必ず食べます。3人、いや、うまいですね。やってきました、ちょい辛そば。実はね、俺もう木山商店にお店になっても俺知ってたよ、ほんとね、県産。あ、ね、もうね、10年超えてるよね。超えてますね。すごいですよ。11年目です。ただ俺はびっくりしたのは、ケンさんって名前じゃなかった。おさむさん。そうです。ごめんね、なんでケンさんなんですか？ケン産品のケンさんなんですよ。あ、なるほど。僕は蕎麦屋と同時に、開店当時は野菜も販売してたんですね。まあ、県産の野菜、いい農家があって、うんうんうん、その農家さんの野菜を売りながら、まあ、県産そば、まあ、県産の食材を使ったそば。さがみそれ、ありがとうございます。いやー、嬉しいな。そう、これがちょい辛そばでございますいただきます。そしてこの、そう、これパンチ効いてるのよ、これさすがですよ女性が好きですね。あ、本当に。なんか、なんか辛みは男性は弱い、女性は強い。おっと、仕掛けてますね、ケンさん。はい、マブイそばって何ですか、これ。あ、これ東村で、はい、鳥の、まあ、養鶏ですかね、うん、その放し飼いの鳥をこうやって、こうハーブの森でこだわった人がいるんですよ。卵の、味にこだわる、その餌にこだわるとかっていうことで、その人の卵を使ったそばなんですよ。ふさの俺がは美味しそう。美味しいんです。ていうか超近いね、ここから、うん、近い。本当に今11年目って言ってましたけども、うんうん、もう試行錯誤ずっとされてて、いつも俺行くたびにさ、宮島さん辛くない？
大丈夫辛くないって全然自信ないあそうかったのがさどん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 もう11年目でしょ、うんうん、この間久しぶりに行ったら辛くないってまだ言ってたなんと僕たち、この皆さん1月23日そうですよカーニバルっていうシングルが出ましたありがとうございます初シングルですありがとうございます、両 A 面ねそう、はい、このシングルが出る間に僕ら4枚アルバム出しますからね出してましたなんと、うん、このシングルのお披露目会がありますお披露目会お披露目会じゃんツアーですかねツアーがあります、うん、それが沖縄なんと小沢音市場なんですよ、はい、11月22日、はい、いい夫婦の日ちょっと間空くけどね空きますけど、うん、シングル出てちょっとみんなが忘れた頃にツアーするそうそうそう上手なっとるね作戦のですいろいろと、はい、ね、はい、音市場ありますからね、はい、皆さん、小沢の皆さん遊びに来てください、はい、お願いします小沢の裏側だからね、うん、いつの間に食べてたのかなだからさ、ね、あ、嘘じゃない怪しい気がするんだよねなんかやりそうさやりそうだよねちょっとケンさん、おさむさんのとこ行くあ、そうそうそう、ケンさんじゃないってのもちょっとびっくりしたけどねちょっと聞きに行こうね、うん、あ、でもライブもあるみたいなんでね、そうね、まあ一応顔出して、うん、ああ。今日落とすねコザの裏側ではキーマンを大募集いい ねぜひお待ちしてますよ、ね、我こそというそうそうそう有名人の皆さん可愛い人がいいないやイケメンがいいなもう本当にめっちゃうまいいいねこのキーマンはこれシリーズに、ね、いやいいんじゃない、ね、いいんじゃない、うん、いいんじゃないですかねシフォンケーキにビール飲んでる人初めて見たけどいいんです、うん、だって今日は素敵な日なんです素敵な日素敵な日っていうかちょっと切ない感じもするかな何何何なんで離婚した？全然ハッピーファミリーです僕は本当にあの AD のですね実はですね、はい、小座の裏側をね、うんはいはい、裏側で支えていただいた、はい、大君どうぞもうありがとうございます、はい、こっち真ん中で真ん中ぜひぜひ、うん、真ん中ですか、はい、何これからどこに行くの君は台湾に行きます台湾、はい、サイ君ってもともと台湾の方台湾ですね、国籍は、はい、でも台湾に帰っちゃうと台湾に帰ります帰る帰るっていうか修行修行です、修行です、うん、何の修行語学の修行してきますえ喋れるんじゃん、でも喋れますけども、うんあ、台湾まだまだもっと磨いていきますそうなんだこれ宮島さん以外から大君にプレゼントですお疲れ様でした僕からチュアグ